どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、芥川賞受賞作紹介シリーズでございます。今日ご紹介するのはこちら。大道玉木さんでしょっぱいドライブでございます。はい。ね。大道玉木さんはですね、この時期もノリに乗ってまして、出す作品、芥川賞候補になるというような、なんか、そんな空気を持ってらっしゃったんですけれども、はい。このしょっぱいドライブで受賞しました。これは128回、2002年のことでございます。はい。早速、作品を紹介したいと思います。とにかく年寄りの運転だから手が滑ったり目が霞んだりし、うっかり心中にでもなりかねないと心して助手席に乗ったという一文から始まります。そうなんです、ドライブのシーンから始まります。はい。港町に住む美穂さんという34歳の女性、美穂さん、はい、がですね、まあ、元々役場で働いていたつくもさんという撫で型で筋肉がなく七面鳥のような皮膚のたるんだ天然パーマの老人、全部悪口みたいに聞こえますけど、まあまあ、つくもさんという方、70歳ぐらいにも見えるんですけれども、多分美穂さんの父と同級生あたりなので、61、2、3ぐらいだろうという、なぜか年を聞いても答えてくれない、つくもさんとドライブしているシーンから始まります。話的にこの話、非常に短いお話なので、パッと終わるんですけれども、まあ、残るものがこう結構あるかなというような作品でしてですね、つくもさんと近しくなったのは2年前なんですけれども、知り合ってからで言うと30年経つと。はい。30年ということは34歳ですから、4歳ぐらいの時、まあ子供の時ほらね、自分の父親とか母親の友達とかいたでしょね、友達じゃなくてもその近所で同じぐらいの年の人、まあそういう人で言うたら、で、父と兄がよく、その、つくもさんから金を借りてたんですね。というよりですね、人がいいので、カモにしていたんですね。つくもさんはそんなに人の世話が好きなのだろうか。うちの父がガキ大将だったから、頭が上がらないまま来ただけなんじゃないだろうか。優しい、いい人、なんかではなく、ただ気が弱いだけなんじゃないだろうか。まあまあ、文面からもわかりますし、もうおっとりとした人なんですね、この人はね。で、美穂さんとですね、このつくもさんのドライブは果たしてデートなのか。実は、こんな感じで始まってるんですけども、実は二人はですね、一度寝床を共にしております。はい。まあ、そういう大人の関係になってるんですね、実は。はい。ただその成功自体は微妙な感じだったと。非常にお粗末なものだったというふうにね、美穂さんは述懐しております。はい。まあ、そういう行為をして、いざっていう時になって、ああ、漏れそうっていうんですね。この漏れそうっていう、でも狂気の仕方がこのつくもさんという人をこう表すのに非常になんか適しているなというふうに思うんですけれども、でもですね、一応つくもさんは妻帯者です。はい。だから奥さんがいらっしゃるんですね。ただその奥さんの方も愛人がいてですね、離れて暮らしているような状況なんですね。で、美穂さん、話はこうちょっと過去の話になりまして、美穂さんの初めての男性初めてそういう大人の関係になった男性の回想の話になるんですけれども、それが遊ぶさんでいいんだと思います。遊ぶ、漢字で遊ぶ一文字。ゆうさんか、まあ遊ぶさん。僕は遊ぶさんでちょっと言います。はい。ゆうさんなのかな？まあ遊ぶさんで言います。はい。この遊ぶさんの回想からになるんですけれども、遊ぶさんは劇団を主催しているような人で、まあちっちゃい、地元のちっちゃいなんか劇団なんですけど、まあ美穂さんにとってはスターなんですよ。だからもうそういう関係だったら嬉しかったと。でも遊ぶさんはもう名前の通り遊ぶさんなんですよ。すんごい遊んでらっしゃる。でも遊ぶさんはね、もう主役にした女優とすぐ付き合うとか、まあそういうようなダメなやつなんで、まあ手癖の悪いやつだというふうに思っておいてください。はい。で、そんなね、遊ぶさんとの回想シーンというのがあります。で、また現代に話が戻って、美穂さんはですね、つくもさんに一緒に住もうと切り出すんですね。先の短さでは遊ぶさんよりこの人だろうと計算している。私がこの人のそばにいたいのは、一緒に暮らしたいとかいう発言をしたのは、結局先が見えている分やりやすいからなんだろう。なんていうんですかね、非常に綺麗事を言わない、なんか本音をしっかり割と書く作品なんですよ。だから、なんか好きでしょうがないわとかいう綺麗事ばっかり言わずに、まあこの人どうせ先短いから、まあその分やりやすいんだろうみたいな風に結構ね、ドライな感じで、残酷なこともね、平気で書いてるような作品なんですね。で、そんなこんなしていますとですね、
劇団で友人だった人が死にます。はい。で、浅野さんが落ち込んでる顔を見ようというふうに思ってですね、その人の、お葬式に行くんですけれども、結局入れ違いになります。はい。で、後日、浅野さんは結婚をしたという情報を聞きます。だからですね、その時に落ち込んでる顔を見たかったけれども、まあもちろん友人が死んだんで落ち込んではいるんだろうけれども、結婚を控えているということを考えたらば、そんなに落ち込んでない顔だったのか、ああ、じゃあ見なくてよかったというふうに美穂さんは思うんですね。はい。で、つくもさんと住むということはですね、徐々にどうでもよくなりつつあるんですね。もうどうでもいいかっていうふうに思ってるんですけども、つくもさんの方がもう乗り気になっちゃってるんですよ。で、あなたは何もしなくてもいいからね、もう一緒にいてさえくれたらいいからねっていうようなことを言い出すんですね。これあんたの名義で口座作ったんだ。まただ。また金を与え、私を縛り付けようとする。私はこれに甘えたい。ありがたい。好きかもしれない。こういう暮らしには目がくらむ。正直でしょこれ普通ね、また私をこんなお金で買うの、私はそんなって言いますよ。そんなんじゃない、いいの楽するよじゃあっていう、最高峰の生活って思うっていうところが非常にこう素直に書いてるなというところなんですよね。はい。結局まあ2人はですね、一軒家で暮らすことになります。で、蜂がね出るんですね。スズメバチが庭に出るということで、駆除に来てほしいというふうに、役所にお願いしてですね。で、役所の人が来ます。役所の人っていうのはですね、つまり、昔のつくもさんの仕事仲間なんですね。で、まあ話してます。で、その時にどうしてるかというと、美穂さんはもちろん隠れてるんですね。あ、どうも一緒に住みますなんて言わない、恥ずかしい、そんなことはできないんで隠れてるんです。隠れて見てるんです。年寄りたちの会話は叫ぶように大きい。ああ。私以外は働いているのだ。男たちは、年寄りたちは働いているのだ。ざまあみろ。私は生蔵だ。すみません。一人でくるくる思考を変えて遊んでいる。ここら辺が非常に面白いんですね。仕事もせず、言ってしまえばもう部屋でゴロゴロしながら障子を開けてね、うわぁ、なんか駆除に来てるわ、早く帰れみたいな感じで。思ってる自分にざわみろって思いながらもごめんなさいとも思ってるっていうような非常に正直なね、風に書かれております。で、そのね仲間たちはつくもさん新しくここに住むのかみたいな感じでいろいろこう詮索しようとするんですね。でもだんだんその腹立ってきてですね、あのつくもさんもいやまあでこうごまかすんですけど、住むの、一人でこんなとこ住むのみたいな感じでしつこく言ってくるんで、まあ水をバーッと撒いてるんですけれども、スズメバチを退治したら速やかにされとでも言わんばかりな感じで水を撒くんですね。でラストの一文になります。やっていけるかもしれない、いけないかもしれない、やってみなければわからないと私は寝床の中で薄ら笑いをしながら思っていた。まだ起きる気がしなかった。つくもさんが心棒を切らした顔を覗かせるまで起きないつもりだ。非常に短いお話ですし、この頃のちょっとなトレンドになってたのかなと思うのがこのライトな語り口なんですね。非常にわかりやすく、ひらがなが多く、ね、難しい言葉を極力避けて書いているというのはですね、この頃の流行だったのかもしれないです。なぜならば、その1年前に芥川賞を受賞したのが吉田修一さんのパークライフ。その前がですね、長島優さんの猛スピードで母はなんですね。まあこの2作品とも以前にね芥川賞受賞作紹介シリーズで紹介してると思うんで、ぜひそこを見てほしいんですけれども、やはりどちらもライトですよね。でそういうような流れでもうなんか決定版みたいな感じで一番わかりやすく書いてますこれ。はい、っていうか大戸玉木さんもともとそういう語り口の方なんですけれども、まあそれが非常に走行しているというのは、まあ、この内容が内容だけにね、非常に何なんでしょう、不思議なんですよね。ずっとね、なぜつくもさん一緒になろうと思ったのかとか、まあ、そういうようなところは不思議だな、なんとも不思議な作品なんですけれども、まあだからですね、人間と人間関係の不思議さ、滑稽さっていうのを非常に丁寧に書いている作品なんだなというふうに思います。はい。で、選考委員の黒井千治さんが言うですね、計算と無垢、不手ぶてしさと純真のドラマを描いているというふうにおっしゃってたんですけれども、もうまさにその通りだなというふうに思います。はい。まあ、何人かの選考委員がですね、このラストシーン、ね、最後の蜂に駆除に来て、ずっとこう、美穂さんが見ていて、ね、出ていけと言わんばかり水をまくシーンに、を非常に高く評価してるんですよ。でも僕は正直言いますと、それがなぜ高く評価されるのかは、あまりまだわからないです。はい。
そこに文学的なものがあるんだとしたら僕はそこは読み取れなかったです。ちょっとわからなかったです。ただ、シンプルにそのシーンっていうのはなんか、何ですかね、手に取るように鮮明にイメージすることができるっていう点ですごく印象に残るシーンなんですよ。で、それはもう何て言うんですかね、既視感めいたものがあるのかなというぐらい鮮明にそのシーンがこう頭の中に情景としてパッと浮かぶんですよ。だからそれがひょっとしたら文学的に優れているということなのかもしれないですけれども、皆さんもね、読んでみてどういう感想をお持ちになるかわからないんでね、わからないんですけども、非常に僕もラストシーンはすごいいい感じだな、好きだなというふうに、難しいことはわからないですけども、そういうふうに思いました。はい、というわけで今日ご紹介したのはですね、大道玉木さんのしょっぱいドライブでした。どうもありがとうございました。